皆さんごきげんよう、大和優雅です。私は東京宝塚劇場で月組公演応天の門とディープシーを見てきました、月城かなとちゃんのね主演の舞台ということで、お芝居は和物、平安時代の和物で、これは漫画があるんですね。私初めて、これ見たんですけど、すごい面白かったです。菅原道真と有原の成平がね、まあ、難問解決していくみたいな感じで、ちょっとシャーロック・ホームズを彷彿させるようなそんな物語だったんですけど、私実は博多座公園に行くと必ず太宰府天満宮に行っていたので、やっぱり学問の神様菅原道真はすごく大好きだったんですよね。なのでなんかすごく新鮮な気持ちでお芝居見れました。そしてショーのディープシーは海なのにラテンフィーバーって感じでね、なんかこう青い炎が見えるみたいな、そういうショーですごく面白かったです。そして、ちょっとなんだろう、月城かなとちゃんデュエットダンスの黒いスーツのね踊りとかね、なんかかっこよかったなぁ。また、詳しくね感想は、配信したいと思いますけれども、いやー月組チームワークよくってすごく組の雰囲気がいいなと思いました。下級生に至るまでね、なんかパッションがあってとてもいいですね。はい、また感想はじゃあお伝えしますね。では大和優雅でした。いいねボタン、そしてチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。バイバイ。あ、それから大和優雅チャンネルではメンバーシップをやっております。メンバーになって、一緒に楽しい時間を過ごしましょう。メンバーになっていただくとですね、バッジや絵文字がもらえます。そして、メンバー限定の生配信を見ることができますので、お楽しみください。ではではまたね。大和優雅でした。